メスタ川、あるいはネストス川、旧称メスタカラスは、ブルガリアとギリシャを流れる河川である。ブルガリアのリラ山脈の源泉から、タソス島近くのギリシャのエーゲ海へと流れている。川は、標高の高い源泉から、急峻な渓谷を通り、エーゲ海の河口までほぼ全ての部分で、侵食作用を受けた地形の中を通っている。最終的に、海岸沿いのフリスポリ平原へと広がり、 真水の湖や池を含むネストスデルタと呼ばれる三角州を形成している。川の長さは 230km であり、うち 126km はブルガリアを、残りはギリシャを流れている。リラ山脈やピリン山脈から複数の渓流が川に注ぎ込んでいる。メスタ川の最長の支流はドスパト川である。メスタ川の両岸は落葉樹に覆われており、ギリシャでは川は マケドニアとトラキアの地理的境界線であり、ドラマ県を通過した後はまたカバラ県とクーサンティ県の県境となっている。その後、川は三角州を形成し、かつては東方向以外には小宅地、湿地、小湖があった。南極大陸、サウス、シェトランド諸島、リビングストン島のメスタ方はこの川にちなんで命名された。ギリシャ北部を流れるメスタ川。 ありがとうございます。